欢迎翻嚟《艺方星期天》。在南美长大的近藤良平，1996年在日本成立一支全男班舞蹈团东京英。一班高矮肥瘦、形态各异的男士走在一起，不是只是跳舞那么简单的。在他们的表演里面，还包括有趣的形体、现场音乐和意想不到的戏剧元素，澎湃之余都充满了幽默感。这种创意惊喜不单止令他们红遍日本，世界各地都一致好评。上个星期他们来到香港演出，我们一起看看。近藤良平和他的舞蹈团东京英以充满能量的跳舞风格、幽默感和招牌校服见称。ほら、ダンスの公演とかっていろいろ衣装とかいっぱいやるじゃないですか。で、僕たち最初揃えるものがなかったので、これみんなスチューデントユニフォームなので、これが全員持っていた同じものだったので、それからずっと着てます。近藤现在在横滨国立大学、立教大学和多摩美术大学教跳舞。他说自己在南美洲长大的经历启发了他成立这个舞蹈团。南米に行って僕はずっとサッカーとかやってて、はい、フットボールね、やってて、なのでそのチームが好きなの、チーム。そうです。なのでコンドルズもこう、まあチームで作品を作るのが好きです。その頃は、まだ20代で、なんていうのか普通に働きに行かず、まあアルバイトしながら、でまだその頃は男性がダンスをやる人すごい少なくて、はい、でそれでその面白ダンスを面白がってくれる仲間がそこで集まった。チームとしては女性が入ると一人女性が入ったり二人とか入ったりするともうファイティングになっちゃうので、はい。舞蹈团曾经在全球不同地方表演，上星期来香港艺术中心受神剧院之前就在曼谷演出。他们去到不同的地方都喜欢加入当地的元素。もう香港に来たら香港で、来てみんなと話して、その地元のネタを必ず探します。もっと時間があればまた映像も撮ったりして、舞台で使ったりできるだけ使います。ここはでもいい劇場ですよ。小さいけどお客さんとの距離も近いし、あと僕たちもいろんな場所でやって、大きい場所でもやるし小さいところもやるし、なんかそれはやっぱその場所で変えてうまく調節します。だからここはここで多分とてつもなく盛り上がると思います。コレステロール C 4JOE。 近藤甄选舞蹈团成员的时候，喜剧细胞是一个重要的条件。学芭蕾舞出身的奥田智则被形容为舞团的牙尖嘴利大力士。他和另一位团员山本光二郎参加东京英的演出已经15年了。僕は C と L です。 ABC ってやってたじゃないですか。 C でコレステロールで僕がやったんですけど、僕がまあコレステロールが一番多いんでしょうね。そうですね。何か一つ特徴がないとやっていけないかもしれません。みんな面白い人たちがいっぱい集まってますんで、はい。